こんにちは、ハイズラボです。前回、SSD 交換とメモリー増設をして、余っているパーツで使えるパソコンにしました。その後、程度の良い i5 の CPU が余っていたので、さらに使えるパソコンにします。そこで、今回は、セレロン B840 から、コア、i5-3320M へ、CPU 交換をします。パソコンを裏返し、つまみを内側にスライドさせながら、バッテリを取り外します。同じように、つまみを内側にスライドさせながら、カバーを取り外します。プラスドライバーでアルミカバーのネジを3箇所外します。左方向へアルミカバーをスライドさせて外します。プラスドライバーでファンのネジを1箇所外します。プラスドライバーでヒートパイプのネジを4箇所外します。ヒートパイプとファンを取り外します。その時にファンのケーブルを抜いてください。マイナスドライバーで CPU を取り外します。反時計回りに回すことでロックが外れます。今回用意した CPU はこちら。インテル、コア、i5-3320M。取り付け位置に注意して新しい CPU を取り付けます。マイナスドライバーで時計回りに回してロックします。取り外したヒートパイプについている古いグリスを拭き取ります。ヒートパイプを取り付ける前に CPU にグリスを塗ってください。今回、塗るシーンを撮影し忘れました。ごめんなさい。ヒートパイプとファンを取り付けます。アルミカバーを取り付けます。プラスドライバーでアルミカバーのネジを3箇所締めます。カバーを締ます。バッテリーを取り付けて。完了です。起動も問題なく、正常に CPU を認識しています。交換前と交換後の CPU のベンチマークテストを比較してみました。交換後の i5 の方が交換前より倍以上早く終了しています。スコアを見ると B840 は222、i5 は590でした。今回 B840 から i5 と CPU を交換したのでかなり効果がありました。HP
ProBook 4540S は CPU 交換が簡単なので、CPU SSD を交換すると一気に性能がアップするのでおすすめです。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。